思った通りに動きができるのはやっぱりクオンなのかなと。運転はしやすかったです、はい、最高でした。2ペダルで乗車感覚で乗れる疲労度が少ない。10トンの荷物乗ってるという感覚はなかったです。やっぱり上り坂強いですね。エスコートっていうんですかね、あれ、ストレスがなくてスムーズだっていうのは正直実感しました。エスコットがすごくやっぱりこまめにシフトチェンジしてくれて、登ってる最中にシフトアップするのにまたもっぺん踏み込むとすごく自然にまたシフトダウンしてくれて、もうスムーズに登れたんで、それはすごくいいなとは思いました。クラッチがないんでクラッチ調整せんでいいんだ。安心感ありますね。楽です。我々の世代というのはマニュアルが多かったですけども、まあ、こんなに音までスムーズにストレスなんか上がっていくんだっていうことは思いましたね。坂道のバックとか、まあ、やっぱりぎこちなくガコガコと前に出たりとかもする時があったんですけど、まあ、今日体験させてもらって、まあ、そういったことももうなくてですね。加速中のギアチェンジのタイミングが、まあ、非常にこうなんですかね、こうエコモードですか、あたりですとこう踏み切ってもどんどん変速してくれるっていうところが良かったかなと思います。ニュートラルでさーっと降りていくからね、そこのところはもう燃料使わんこう降りていくんだろうか、まあ燃費も良くなるんじゃないかなと思います。すごくスムーズな変速と、それとまあドライバーにとってはストレスもない走りというものが可能じゃないかなというふうに私はそう感じてます。やっぱしオートマの時代ですね。もうクラッチのついた車なら運転手も集まらんでしょうし、やっぱしエスコットにどうしてもなるんです。まあ、ますますそういった楽で安全性っていうこともあって低燃費っていうことであればもう申し分ないと思うんで、それはいいのかなというふうに思います。ドライバー不足は確かにあるんですけど、まあ、トラコや性能は良くなってるんですけど、それをどこでその新規若い子にアピールするかいうのが今後の課題かなと、まあ、その辺をまあしてドライバー不足を解消したいとは思ってますけど、名前の通りにねクオンって書いてある通りですけれども、まあ、永遠のこれからね、すごく発達する、トランスミッション搭載の、まあ、車両へというふうに、そう思います。